パブとはイギリスで発達した酒場のこと、パブリックハウスの略、類似故障にバーがある。アメリカ合衆国では同スタイルの酒場はバーとなる。日本では洋風の居酒屋のことをパブやバーと呼んでいるが、最近では種類を提供する風俗店にもパブの名が多く使われている。ホワイトスワンパブカムデンタウンリリーズバー。 イギリス国内に4万7000件あるとされ、カウンター席や一席を設け、主にビールやその他の種類を提供している。利用客は成人男性が中心であるが、老若を問わず大変親しまれており、キッズルームを備えたパブも存在するほどである。小さいパブでは食事は一切強さず、つまみもクリスプステードしか置いていないのが常である。一方で、大きなパブではランチタイム、 および夜の早い時間に食事を供するところがある。パブランチと呼ばれるこうした食事は、基本的にはすでに調理済みの食材に、付け合わせの茹で野菜などを添えたものが一般的であるが、チリコンカーンやイギリスが発祥の地とされる欧風カレーなど、店によって様々なメニューがある。また、イングリッシュブレックファストを提供するパブもある。繁華街にあるパブでは、週末や夜の遅い、 混み合う時間では座席が少ないこともあって多くの客が立ったままでビールを片手に時間を過ごすのが普通で日本の居酒屋などのように着席して飲むことは少ないカウンターまで客が自ら赴いて直接バーテンダーに注文し飲み物を受け取ったらその場で生産するキャッシュオンデリバリーという様式が基本である数人でパブに行った場合各人が代金を払うのではなく 一人の代表者が全員分の代金を支払う習慣がある。バイングアラウンドと呼ばれる習慣で、次の機会の代金支払い時には別の人物が支払いを行い、これを繰り返すことで長尻を合わせる。もともとは酒の提供だけではなく、簡易宿泊所や雑貨屋の機能も備えた場所として18世紀から19世紀頃に発達した。1868年の文献に、 パブという言葉が現れたのが、この言葉が使われた最初であるとされる。この当時は、パブリックハウスの名の通り、街の中の便利な社交場として存在していた。しかし、現在のイギリス都市部のパブはいわゆる居酒屋の機能しか持っていないのが普通である。イギリスの地方の街のパブには、クリケット場を併設するなど、公共の家の名残を持つ者も,も多い。また、 サッカーなどのスポーツ観戦のためには、高額な衛星放送に加入しなければいけない。現代の英国では、パブにおもむいて、パブに設置された大型テレビなどで友人とともに、スポーツ放送を見て、休日の午後を過ごす風景は、非常に一般的である。歴然とした、階級社会であったかつてのイギリスにおいては、パブの内部は二つ以上に分けられていることがしばしばあり、労働者階級用の空間と、 中流階級以上の客のための空間は区切られていて、入り口も別に付けられていた。現在では、こうした区別は廃止されたが、古いパブではその名残である間仕切りなどを目にすることができる。イギリスほど階級差別が激しくなかったアイルランドではパブには、あまりそうした区別はないが、かつて、イギリス人が主に利用していたビクトリアンパブなどと呼ばれる形式の古いパブでは、 そうした区切りが見られる。また、男性と女性用に場所を区切ってあるパブもかつて存在していた。公共の家としてのパブの発達以前は、インやタバン、エールハウスという名前を持つ施設が11世紀から13世紀頃にイギリスに誕生していた。また、こうした3種類の施設の原型にあたるものは、さらに遡り期限1世紀に、 ローマ人がブリテンを占領した頃から存在していた。大雑把に言って、今から千年ほど前、つまり1066年に、イギリスがノルマン人に征服され、マグナカルタが承認された1215年にかけて、パブの原型が誕生したと考えられる。イン、タバン、エールハウスはそれほど大きな差はないが、起源内容には本来違いがあった。まず一番古いと考えられるのが、 院である。もともとは宿泊施設であって、ローマ軍がブリテンを占領して道路を作った時に誕生した。院には目印として看板のようなものがあり、その中で一般的に見られるのが碁盤のような島模様である。これはローマ人の好きな娯楽である地図を示すもので、この辺りからも院のローマ記念説が信憑性を帯びてくる。したがって、 本来は宿泊施設である院にも当然飲食をするスペースが付属していたはずで、これに加えてチスのような遊びも楽しめた。泊まって飲み、かつ暗い、そして遊ぶところ、それが院に他ならない。この院の誕生から間もなく、タバンの原型が誕生したと考えられる。タバンという言葉は語源的には古代フランス語の食べるなから来ているもので、元々の意味は 小屋とか宿だった。ローマ時代のタバンは主に人々の飲食の場であり、例えば近隣の町や村の住人が集まって食事を楽しんだと考えられる。しかし時によってはこのタバンに旅人などが宿泊することもあって、こうなるとインとの区別があまりはっきりとしなくなる。続いてエールハウスだが、エールハウスという名前自体はアングロサクソン語から生まれたもので、 その機能は、居酒屋というのが一番に当たっているだろう。つまり、飲食の、飲の部分に重点が置かれた施設であるわけだが、言葉は、アングロサクソン語であるにしても、似たような飲み屋は、ローマ時代にもあったと考えられる。そして、エールハウスの場合にも、客に飲み物を提供するだけでなく、食事も出し、場合によっては宿泊もさせた可能性がある。また、1393年、 時の国王チャールズ2世の命令によって、旅宿に看板を掲げることが定められた。信仰心の熱い彼は、教会への巡礼を奨励し、その道中の安全のために宿を次々に作らせた。そして旅宿で酒を出す時には、必ず看板を掲げることを命じた。これを受けて、店先に看板が出されることになったが、この看板が問題となる。 まず、識字率が低い時代であったので、文字を書いただけではわからない。したがって店屋はどこもそこが飽きなうものを絵柄にして、店先に掲げていた。靴屋が靴、鍛冶屋がハンマーという類である。ところが、パブでは、この目印になるものがない。ビールのジョッキが候補になるだろうが、どの店も同じような絵柄では、最下が測れない。そこで色々な屋号を考え、 これに合わせて、看板の絵柄を描くことにしたらしい。その結果、パブの屋号と看板は、足したようなものとなった。かつての伝統的なパブはほとんど、その建物は、一般の民家と変わらなかった。つまり、院の場合は、規模が大きく周囲の建物とは、格然と見分けがついたが、タバン、エールハウスは、一般民家と大差ない建物だった。つまり、 建物の2階内市は、付属部分に会合用の場所が設けられ、これをパブリック、ルームとかクラブルームと呼んでいた。ただし、大きな敷地を有するパブでは、スポーツやゲーム、ダンスなどを行うスペースを野外や中庭に持つこともあった。一方、建物の1階は主に飲食の場であった。そしてこのスペースは、通常2つに分けられる。第1はタップルーム。 飲み物の樽についている線をタップということからついた名前で、粗末なベンチとテーブルが壁に沿って並び、大きな暖炉では持ち込みの食材を調理して食べることができた。従ってこちらはあまり金のない労働者たちが楽しむ場だったと言える。これに対してパブリック、パーラーと呼ばれる部屋はタップルームより立派な家具調度類を置いて、主に乗客用とされていた。 かつてイギリスのパブには、ブルーカラーとホワイトカラーそれぞれの部屋があって、入り口も異なることがあったが、それは、こうしたパブの構造がもたらしたものと考えられる。いずれにしても、このようなパブは、親しい友人、顔見知りなどが集まって、酒を飲みながら、談笑に吹ける、あるいは時としてドンちゃん騒ぎをするという、温かなホスピタリティに富んだ場所だった。ところが19世紀も深まるにつれて、 パブ内部がさらに細分化されていき、時にはプライベートバーと呼ばれる個室も作られたりする。これに合わせて客層が分化し、上下の階層が共に集う場面が減ってくる。言うまでもなく、上流階級はクラブなどでひそやかな会話にふけり、パブのわい雑な空間から足が遠のくことになる。この変化につれて、パブ内部でタップルームやパブリックパーラーが占めていた割合が小さくなり、 変わって、バールームと呼ばれるスペースが増えてくる。これは、要するに、今日のパブに、一般的な種類をサービスする、カウンター、つまり酒を出したり、酒を売ったり、あるいは、立ち飲みをさせる部分が、大きなスペースを占めるということである。その結果、パブはゆったりとくつろぐ場というより、むしろただ、ひたすら酒を消費する場に変質し、いわば効率一辺倒とでも言うべき、 経営理念が店を支配することになった。こうした店では、日頃の嘘を晴らすために浴びるように酒を飲む人が圧倒的多数となり、よっては大喧嘩というの通り相場になった。ビクトリア時代には禁酒運動を進める人が現れ、やがてこれは大きな高まりを見せることになる。19世紀半ばのことである。産業革命の実質上の担い手であった、中産階級は、 労働を申請しし、勤勉と節約、自助の精神を盛んに説いた。その彼らの目に、貧しい労働者が酒に溺れる現状は、眠気すべきものとして映った。そうした中から、禁酒運動は大きな影響力を持つに至る。1830年には、禁酒協会が設立され、他ならぬ、ビクトリア女王が、その講演会長となる。彼女は、絶対禁酒は、 不可能なことと考え、もっぱら、接種を説いたのだが、いずれにしても酒の害を非難する声は大きくなっていった。そのような禁酒運動において特に注目すべき点は、酒を排して集会を行う禁酒会館の誕生や、全国禁酒大会の開催である。後者は禁酒運動を全国的な規模で盛り上げるために、企画されたものである。しかし、 こうした禁止運動の高まりにもかかわらず、19世紀を通じて酒に溺れる人の姿は後を絶たなかった。また、パブの変質にもかかわらず、相変わらず、ここを訪れる人間は数多くいた。様々な都市施設はできたとはいえ、イギリスの庶民にとってパブは手軽で様々な喜びを与えてくれる場所だった。このように、 英国に根付いた存在であるパブであるが、1970年代から人気が下降する危機があった。1970年代は大手ビールメーカーが、英国ビール市場の85%を占有していた時代でもあり、パブの3分の2以上が、大手ビールメーカーの系列化になり、大手ビールメーカーは効率を追求して、味の面では、従来製法に劣るビールを供給していた。 また1970年代には顧客の需要の多様化という問題もあった。1980年代以降は従来の顧客のみではなく広い顧客をパブの客に取り込むことにより危機を乗り越えた。また大手ビールメーカーもビールの従来製法の取り込みを含む味の改善に取り組み顧客の需要の多様化に対応するという面では 従来の形式にとらわれない多様なバーが生み出され、再び顧客を取り込むことに成功した。2000年代後半に入り、ビール税の値上げや、世界的な景気交代で数千店舗で、転業、廃止が起こっている。加えて2007年から、店内喫煙禁止令が大きく客の減少に影響している。アイリッシュパブアイルランドのパブは、アイリッシュパブと呼ばれる。これは、 家庭などで作ったビールを近隣の人に飲ませていたものが起源であると言われる。イギリスと比べ雑貨屋などと兼業しているパブが多い。また植民地時代から続く古いパブでは天井が低く窓の少ないまたは小さいパブが多い。これはイギリス政府による建物に対する税金を避けるためであった。アイルランドにある最古のパブは600年以上も前に建てられたものである。 アイルランドにおいては、現在も近隣の住民が、子供や老人も含め老若男女を問わずに集まり観断する地域の交流場としての役割があり、どのような小さな通りや寒村にも必ず生活の中心としてパブが存在している。近年では、経済成長と近代化により、ディスコやクラブの要素も取り入れた豪華なスーパーパブと呼ばれる巨大パブも多く、 見られるようになってきている。アイルランド国外にも移民として世界各国に移住したアイルランド人たちが集まる場所として多くのアイリッシュパブがアメリカを代表として世界中の移民の多い国、都市に存在している。また最近では世界的にアイリッシュパブの流行があり、アイルランド系の客のみではなく各国で地元の人間を対象とした。 アイリッシュパブが多く存在している。この流れにより、日本にも近年ダブリナーズなど多くのアイリッシュパブが開業している。オーストラリアはイギリスの植民地であった経緯から、基本的にパブも本国の文化を継承するが際は存在する。例えば市中にはホテルの看板を掲げているパブが多数存在するが、これは入植当初に存在した。 飲食店は夜遅くまで酒を出してはならないとする法律を回避した歴史的経緯によるものである。その他店内にはスロットマシンを設置している店が少なからず存在し、手軽にギャンブルが行える場所となっている。日本ではイングリッシュパブやアイリッシュパブなどと称し、蒸気のような本場のパブを施行した店舗がある。また、日本におけるイギリス料理店においては、 その名が示す通りのイギリス料理を供するレストランではなく実際には上記のイギリスのパブの様式を踏襲している店が多い。これはいわゆる伝統的なイギリス料理の評判があまり高くなくメニュー数も乏しいことによる。しかしながら種類を提供する風俗店にもおっぱいパブなどと称される店が多い。なお飲食業として登録する場合には 食品衛生責任者の資格を持つ者がいなければいけない。この場合、保健所が管轄することになる。深夜0時過ぎまで営業を行う場合には、深夜における飲食店営業等の許可も必要になるほか、接待を伴う場合には、風俗営業とされ、風俗営業許可を得なければいけない。この場合、公安委員会が管轄することになる。日本では、 本来のパブの意味からかけ離れた様々な業態のパブが風俗店を中心に広がっている。これらは一般にセクシーパブと称され、前述のおっぱいパブのほか、業態によって様々な故障がある。ありがとうございます。